ママ。もうさ、いつの間にか携帯の画面に近寄ってるんだよね。今ももう行きそうだったもん。目が光に弱くなってる、どんどん。やばい。ママ。ママ。ギフト、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱ画面明るいわ、眩しい、この距離でも眩しい。ダメ。こんばんは、こんばんは。まあでもそんなに長くやらないから平気かな。もうちょい遠く、ここならいける、ギリ。ちっちゃすぎる文字が。ダメ？どうしたの？ね、距離すごい。昔ちっちゃい頃アニメ見た時に、始まる前に画面から離れて見てねってやつと同じ感じ。今一番疲れてるって言ったら心もなんだけど目が疲れてるかも。やばい。なんかやばいかも、体調じゃない、風邪ひいてる、冷房のせいでもうちょい早くから消しとけばよかった。消すタイミングが分かんなかったな。だって昨日まで暑かったじゃんね。道理で寒くて喉とか鼻が違和感あったなと思った。お腹も冷えて痛かったそんな症状出てたのに止めなかったの、やばいよね。急に寒くなった、今日から寒いよね。ずっとつけっぱなしだった、この夏ほぼほぼ消してない。生き物がいるんでね。気温は、室温気温一緒か。やっぱ管理しないといけないので、人間も大事だけど。ギフトありがとうございます。ね、今日から秋になったと信じて、明日からも涼しくなるのかな。でもね、この時期意外とたまにまだ汗かいたりするから服装が困るんだよね。薬してるシルク、かわいい。鼻息聞こえる？ゴロゴロは乙女人間みたい。でもさ、ハッピーと似てるよね、シルクの寝息って。たまに
え、錯覚する？かわいい。ギフト、ありがとうございます。なんか本当に鼻が気持ち悪い。なんだろうこれ。本当に鼻と喉がつながってる部分は自分あんまりよく分かってないんだけど、そのちょうどど真ん中らへんがなんか違和感あって息したくないぐらいなんか気持ち悪い。うーん、今から R1 バイセン飲んでも意味ないのかな。こうなる前に習慣づけて飲むことが大事だよね多分。遅いかな。ギフト、ありがとうございます。でも今飲んだらこれ以上悪くはならないのかな、症状的に。どうなんだろう。確かに鼻うがい私したことない。痛いイメージがあって痛そうに見えてできない。無駄じゃないか。じゃあもう明日から、今日はねさすがに時間的にも無理なので花粉症じゃない。でもなんか最近ね花粉症ではないんだけど何かに反応してるんだよね私。アレルギーっぽいのがすごい体に出てきてて、それが何なのかわからないから早く調べたくて。急に弱くなってる、免疫下がってるんだな今自分って思う。秋だからとかじゃなくてここ数ヶ月の間で出てくるんですよ。ハウスダストかな。いや金属アレルギーもなんかもしかしたらありそうな気がして。ギフト、公演前によく出る。でも公演じゃない時も全然出るし、かメイク用品で何か出てるのか、ほんとなんかいろいろ心当たりがあるものが多すぎて絞れない、わかんないの。これかもしれないっていうのがありすぎて。ギフト、ありがとうございます。もう やっぱ近づいてるわ。すげえ前髪あんま立ち上がってないのは帽子かぶってて、あの耳かけてたからこんななの。ギフト、ありがとうございます。いや、あ、なんか今一気に画面が暗くなった。携帯熱いかな今。あ、若干熱い。ずっとゴロゴロ言ってるの？乙女ちゃん。乙女ちゃん。すごい人間のように寝てるシルク。すごい。口元が人間の口だもん。
たまに生き物が人間に見える時ない？うちの子そういう風に見えることが多い。すごい人みたい。見せられないけどそうそうしてるわ。とめちゃん、ギフトありがとうございます。ま、乙女ちゃん、自分が黒い服着てるから毛が舞ってるのバレちゃうかも。とめちゃん、あらかわいい、スリスリしてるの。とめちゃん、いいな。かわいい。なんかさ、女の子でこんなデレデレなのあんまり見ないんだよね。男の子の方がデレデレなイメージがあって。とめちゃん、お前上手な女の子なのね。かわいい。ギフトありがとうございます。そう、甘えん坊だよね、男の子の方が。猫も犬もかな。チャチャ、犬はチャチャが初めてなので、男の子わかんないな。乙女、乙女ちゃん、乙女なの。乙女ちゃん、お腹すごいね。すごい。ギフトありがとうございます。乙女、乙女、今日で550日ありがとうございます。ギフトありがとうございます。サービス。起きた。シャカちゃん。危ない危ない危ない。
狭いんですこの机。ギフトいっぱいありがとうございます。確かに50バブルも始めて今日で50日目らしくて、もうそんな経ったんだって感じ。しゅうこちゃん、しゃく、寝起きだ、かわいい。今日で毎日配信は550日。今日ちょっといつもより配信早く始めてる。11時になったばっかりぐらい。珍しい後頭部。かわいい。やっぱさ毛もさもさになってない？みんなわかるかな。もう冬毛の準備されてる。シルクが顔周り特に。今日もブラッシングしたけど全然抜けないから蓄えてる。ふわふわだねシルク。なんかさ毛がキラキラ光ってるみたいなんだよね。ツヤがすごいというかシルク、すごい銀色が入ってるみたいな。なんて言うんだろう、直接見ないと伝わんないよね多分配信画面じゃ。ここら辺後頭部綺麗なの。そう、全身真っ白じゃないのね。シルク茶色、薄い茶色、グレー、ベージュみたいな色がいっぱい混ざってる。ちゅうこちゃん今日はね、ちょっとだけ爪切りと一緒に指の間の毛をカットしたんだけど、すぐ嫌がるからシルク全然できなかった。伸びるの早い本当に。シュクちゃん危ない危ない。あ、割とカットできてるかも。出てる。無気力ちゃんになっちゃうから。ちゅうこちゃん。ちゅうこちゃん。今日も可愛い。バイバイ。待って、抱っこしちゃった。最悪だ。毛やばい。やばい。やばい。すごい。しょうがない。毛のついてない服なんてこの世に存在しないので。新しく買った服ってさ、透明の袋とかに入ってるじゃないですか。何？本当着る直前とかまで開けられない。もう開けた瞬間つく。すごい猫の毛って本当に。
黒い服だからわかるんだけど、白い服の時もでもね意外と見えるんだよね。本当ね。うん。見えないだけでね、そう待ってるんだよね。乙女。目の前に来てくれる。そろそろ終わりにしようか乙女。可愛い子たちを今日も見せつけた配信みたいになっちゃった、ごめんね。いつもだけど。ちっちゃねえ、わかる？このさ、後頭部ほんとにちいかわの栗まんじゅう、ほら乙女、ほら、やばくない？みんなわかる？栗まんじゅうちゃんだよこれ。本当に綺麗なシルエット、モノクロにしたらどっちだかわかんないんじゃない？ほんとね、ほら栗まんじゅうが、かわいい。乙女ちゃんごめん。ちょ、加工しよう。ごめんなさい、押しちゃった電源。乙女、乙女ちゃん。帰ってきました。終わりにします。めっちゃ事故がで止まってそうだった、最悪。ごめんなさい、嫌いにならないでね。あ、ねえ、なんだっけ、今日のX でサンシャイン坂井さんとの観覧車のコラボ、 SK48 のコラボの動画が私上がったので、今さっきリポストもしたのでチェックよろしくお願いします。楽しみだね。あと3日って言ってたよね。カウントダウン、あの動画撮ったのは覚えてます。インスタは本当覚えてないんだよな、わからない。始まったらみんなぜひ観覧車乗ってカードをゲットして、メッセージも多分流れると思うので見に来てください。ギフトありがとうございます。でも観覧車とか高いところ苦手な方は無理して乗ってほしくないですね。意外と一周長いので観覧車、怖い思いしてまでなんか身のね削ってほしくない。気をつけてください。ランキングを読みます。1位ケイタ、2位フルハウス、3位キヨさん、4位タカノリ、5位ムツミ、6位キミちゃん、7位ケパパ、8位ヨダ、9位ヨシッチ、10位ヒョウ、11位ナオ、12位ハセベ、13位カズヤッチ。ありがとうございました。乙女終わるよ。
後にじゃあ乙女ちゃんと乙女ちゃんこち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 いいですね。では皆さんありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。ちょっと押せない。あ、押せる。